はい、皆さんこんにちは、帰国して5日目ですね。あ、ちょっと髪切って誰かわかんないかもしれないですけど、夫のケイエです。妻のあやなです。はい、ちょっと緊急で動画回してるんですが、サムネとタイトルにあった通り私たち別居することにしました。はい、よいしょ。大丈夫かな、騙せたかな。はい、タイトルとサムネは嘘ではありません、はい、実際に別居しますが、別になんか仲が悪くなったとか険悪な別居ではありません。というのもですね、もう旅でね、僕ら夫婦の貯金っていうのは全部使い果たしたので、一旦は3ヶ月ぐらいですね、貯金のために生きる人生を歩みます、はい、全コミットします、はい、もう早速僕は今日から仕事なんですけれども、リゾバというね、リゾートバイトっていう派遣サービスを使って働くんですが、当初は、僕たち夫婦で住み込みで働ける場所を探していたものの、あるんですけど時給が低かったりですとか、あと僕らはですね、夜も昼もちょっと働きたいので夜勤で探していたら なおのことね、求人がなくて、なので、それぞれ別のね、求人、別のリゾバをすることに一旦しました。なので、別居します、はい、3ヶ月だけ、はい、1年間ずっと四六時中一緒にいたので、はい、まあ、ちょっと羽を伸ばして、はい、仕事に集中したいなと思います。で、今僕はね、リゾバ決まって、某ホテルでナイトフロントをやります、はい、私はまだ調整中でどこでやるか決まってないです。で、昼やる仕事もね、決まりまして、夫婦でね、テレアポだとか営業代行を完全成果報酬でやる、僕が昔卒業してからね、仕事するまでの間ニート期間やってた仕事をもう一度やることになりました。はい、代理店開設もして、入会金も払って、もう早速そっちの方も動いていきたいなと思います。で、目標はでっかく2人で貯金で100万、まあ、130万とか稼いで税金とか、まあ、諸経費とか払って残ったお金が月100万で、はい、3ヶ月で300万円貯めたいなっていう目標を持ってやります、はい、まあ、目標はね、高くってな感じで、動画は今アコンカグア編で止まってるかと思いますけど、あと多分10本ぐらいかな、うん、更新できる予定ですので、働きながらになるので、更新ペース少し遅くなりますが、皆さんどうか気長にお待ちください。で、このリゾバだとか副業だとか、そこら辺もね、動画に出していければなと思うので、うん、我々は果たしていくら稼ぐことができるのか、はい、お楽しみに。ってな感じで別居報告でした。はい、これから頑張って出稼ぎに行ってきます。さらば。さらば。元気でな。じゃあねー。別居しますって言った後2秒トントンって置いて笑おう。もう最初にネタバレするの、うん、ちょっと引っ張んないの。引っ張んない。いろいろありましてとかない。ない。あ、そう、うん、あった。もうスパスパスパって行こう。分かった。じゃあもう、はい、いい、いいよ、どうぞ。タイトルとサムネにある通り私たち別居します。違う、もうちょっと深刻そうにして、なんか無理だ。そこだけなんだから騙すの。無理だ。騙すの。はい、大丈夫、いいよ、行って。なんで、ちょっと早く、何、うーんって、何、演技したね、うん、ちょっと結局消しよう。タイトルと、別居するんだよ。はい、いいよ。でも無理じゃん。無理じゃん。一回喧嘩しよう。なんか文句言ってみて。最近の鬱憤。はい、やるよ。うん、泣いてるの。そう。
登録お願いします。よろしくお願いします。Gracias.